運の流線スパイ、R、事件いわゆる R 事件と称せられてその危機解会を極めたことについては空前にして絶後だろうと後になって折り紙がつけられたこの怪事件もその大きな計画に似合わず ずいぶん長い間我が国の誰人にも知られずにいたというのは不思議といえば不思議なことだっただが後に詳しく述べるようにこの R 事件というのは実を言えば当時国内問題のために非常な重大危機に立っていた某国政府当局がその国家的自爆から逃れる最後の手段として相手もあろうに。 我が日本に対して試みた非常工作なのであったもしその改計画が不幸にして暴露するようなことがあればその計画の破天荒な重大性から見て日本は直ちに立って宣戦線布告をするだろうし同時に列強としても亡国を人道上の大敵として即時に共同戦線を張らなければならないことになるのは必要であって結局亡国としては この会計革に関し極度に秘密性を保つ必要があったのである一体その会計革というのはどんなことだったかそれは今読者諸君の何人といえどもおそらく無双打にされないであろうと思うような実に戦慄すべき陰謀だったいずれ順序を追って述べていくうちにその会計革の全貌がわかる日が来るだろうが その時にはきっと私の今言った言葉の偽りではなかったことを知っていただけるであろう某国政府当局は国運をかけたこの会計画のために特によりすぐった特務機関隊を編成してちょうど1年前から我が国に潜入させたのだったその計画の重大性から言ってもまた派遣特務員の信頼するに足る技量から言ってもこの事件は 目的を達するまでについに全く秘密裏に置かれるのではないかと思われたのであるけれども世の中のことというものはなかなかうまくいかないものであって運命の神のいたずらとでも言おうか偶然が作ったごくささいな出来事からその年の10月この会計画に関係のある一部分が初めて我が肝犬に知られるに至った。これが、 R 事件の最初の1ページなのであるがそれは白昼華やかな銀座街の歩道の上で起こった妙齢の婦人の開始事件から始まるそしてもしその開始事件の現場にかの有名な青年探偵穂村総六が居合わさなかったとしたらこれは舞台が華やかな銀座で演じられたというだけのことで 結局ごく普通の死亡事件として見逃されてしまったことであろう一体穂村探偵は何を証拠としてその犯罪の裏に潜んでいた回奇性を看破したのであろうか実にそれはたった1個のマッチの箱からだったといえば誰しも驚くに違いない筆者はこの辺で長い前置きをやめてまず白昼の銀座街を振り出しの R 事件第一刑について筆を進めて行こうと思うそれは爽やかな秋晴れの日のことだった詳しく言えば10月1日の午後3時頃のことだったが青年探偵穂村宗六は銀座の歩道の上を靴音も軽く歩いていたちょうど彼は長い間かかったある仕事を片付けた直後で 半ば興奮しそして半ば退屈を覚えていつも愛用の細身のステッキをフリフリ散歩をしていたのだった歩道の上で彼にすれかう人たちはいずれも若くそして美しかった男よりもどっちかというと若い女性が多かったはつらつたる霊場優しい若奥様45人連れで喋ってゆく女学生 どここかで会ったことのある女級急ぎ足のダンサーなどとどっちを向いてもバラの花園に踏み込んでいるような気がしたしかしよもやその日花園の中で彼女らのうち一人が死んでいくところを目撃しようとは考えていなかった彼は銀座の四つ角を青信号の間を渡って京橋の方に向かって歩いているところだった もう班長も行けば喫茶ギボンがあるのでそこによって温かい紅茶を飲もうと思ったそして目を上げてちらりとその方角を眺めたちょうどその時だった彼は一人の洋装の霊人が喫茶ギボンのショーウィンドウの前で立ち止まったままスローモーションの操り人形のように上体をふらりふらりと動かしているのを認めた おや、どうしたんだろうきっと練兵場の近くの女の人で見よう見まねで足踏みでもしているのだろうと思っていたところ突然がっくりと頭を垂れた「こらはいけない!」と驚いて穂村が叫んだのがきっかけのようにかの様相の霊人はあっという間もなく崩れるように地面にひざを折りそして 中心を失っって、てたりと歩道の上に倒れししまった脳貧血かしら。オムラは息席き切って彼女の倒れている場所へ駆けつけた近くにいる人たち56人が駆けつけたがわあわあ騒ぐばかりだったオムラはその人たちを押しのけて前へ出たそして誰よりも先に倒れている婦人の脈拍を調べた 指先には脈が全然触れない続いてまぶたを開いてみたがもう絶望だったおお死んでる大変だ若い女が倒れた自殺したんだそうだ桃色の凶楽が過ぎてとうとう思い出の古戦場でやっつけたんだいやそうじゃない誰かに殺されたんだ 恐ろしい復讐なんだ。何がさて物見高い銀座のしかも白昼の出来事だからたちまち黒山のような人だかりとなったもし穂村探偵が死に物狂いになってわめきながら群衆を整理しなかったとしたら死体は群衆の土足にかかって絶命当時の姿勢を失い取り調べの係官の眉を潜めさせたろうと思う いや、それももう少し警官隊の駆けつけ方が遅かったら死体はもちろんムラ自身も群衆のためにもみくちゃになったことだろうちょうどいい塩梅にホムラが向こうの喫茶・ギボンの助給に頼んだ電話によって合力期係の一行が現場に到着したので危うく難を逃れることができたおやおやこれはホムラ君。 顔なじみの大江山捜査課長が赤い顔を現した「お招きによってどんな面白い流血事件でもあるのかと思ってきたがこれは先端城が目を回しただけのことじゃないのかねいやもう死んでいますよ。何こいつが死んでいるって!」と大江山課長はあごで死体を刺した。 ほ課長は歩道にひざをついてさっき穂村がやったと同じことをして調べたそして間もなく手をポンポンと払って立ち上がった死んでいることは確かだがねだがこれは先端城の頓死事件じゃないのかねふだん心臓が弱かったとかなんとかいう要するに見たところ何の外傷もないし。 その時、監視機会員が現場撮影をする準備ができたので、課長たちに死体から離れてくれるように声をかけた。大山さん、これは疑いもなく他殺ですよ」とホムラはショーウィンドウの外へ立ちながら言った。他殺？どうして？下線ね。なに、なんでもないことですよ。 あの女の靴下に大きな次の当たっているのを見ましたかもし自殺する気ならあのモダンさでは靴下ぐらい新しいのを買って履きますよなぜならあの女はバッグの中に五十何軒もお小遣いを持っているのですからねつまり自殺でないから他殺だというんだねいやそうは言えない頓死かもしれないさっき僕が指摘したように もちろんとむらは首を振ってご覧にならなかったでしょうかあの夫人の口腔の中の変色した舌や粘膜をそれから変なにおいのすることをあれだけのことがあれば鈍死とは言えませんよそれは見ないでもなかったがと課長は少し顔をわからめていった じゃあ、中毒死だと言うんだろうがそれは豚死としても起こり得ることじゃないかねあなたの問死と言われるのは図らずして自分だけで偶然の死を招いたという意味でしょうがしかしそれに死ぬような原因をよそから与えたものがあればそれはやはり他殺なんですからねすると君はまだ何か知っていると言うんだねもう一つだけですが知っていますよ それはあのバッグの中にある一つのマッチですそれは時計印のごく普通のものですがね大変似合わしからぬことがあるんです何マッチが課長はつかつかと死体のそばに寄りそばに落ちていた手提げを持ってきたそして中を分けるとなるほど時計印のマッチ箱が入っていた これは至極普通のマッチだね。何も変わったところが認められんそうでしょうかしらとムラは首を振って「私は大変不思議です」「第一このような不格好なマッチ箱がそのようなスマートな手提げに入っていることが不思議であり第二にはマッチの責任の表面は新しくて一度もすった跡がないのに」 その中身を見るとマッチの数は半分ぐらいになっているんですどうですふしぎじゃありませんかおお<ー>と大江山課長は叫んでマッチの箱を開いてみるとなるほどふしぎにもマッチの軸着は半分ほどしか入っていなかった「改心し」。 どうも僕には事件に関係なくごく普通のマッチとしか考えられないがねえ。と大江山捜査課長は首を振ってねえ、かりさん、んそうじゃありませんかと事件を取材している針金検事の同意を求めたさあどっちかなと検事はこっちへ寄ってきながら。 これはまたいつものご両者の水掛け論になりそうだね議論はちょっとお預けとしてマッチの秘密が解けてからのことにすればいいじゃないか検事はいつも大江山課長と穂村探偵の意見の対立で散々手を焼いていたので巧みに逃げた「そうでしょうがこの穂村は非常に重大視し,します」と穂村はいつになくはっきりと意見を表していった マッチというものがごく普通のものだけにこれを利用した疑問の人物をただものでないとにみますしかし利用したかどうかはまだわからない何しろマッチは一度も吸った跡がないんだからないや立派に利用していますよ吸ってないからおかしいのです吸ってあるんだったら軸着が半分なくなっても別に不思議もないのですそれほど不思議なら マッチの箱を壊してよく調べてみたらどうだねと検事は言ったねえ大江山君そのマッチをバッグから出して小村君に任せてもいいだろうええようござんすともでは出していきましょうそう言って大江山課長は一人離れて死体の方に近づいたそしてかがんで何かごそごそやっていたが なななかかか立ち上がろうとしなかった。そのうちに課長は不審そうな面持ももちで一同をじろりと眺め回し「ああ誰かこのバッグの中から時計印のマッチを持って行きやしないか」「マッチですってい,いえマッチはさっきしまったままですよ」「誰も持っていったものがない」さては。 やられたやられたと大江山課長が叫んだので立ち並んだ検察隊はにわかにどよめいたらマッチが見えななない。いこれはなかなかの事件らしいぞ。さすが事件の場数を経てきた捜査課長だけあってここへ来て初めて事件の重大性を悟ったのだったむらは別に驚いた顔もしていなかった やっぱりそうでしたか。そうだったとは君は何か心当たりがあるのかねいやさっき向こうのショーウィンドウのところに一人の体の大きな上品な紳士が一匹のポケットザルを抱いて立って見ていましたがねそのうちにどうしたはずみかそのポケットザルがひらりと下に飛び降りて逃げ出したんですそして そこにある婦人の死体の上をちょろちょろと渡ってゆくので警官が驚いて追い払おうとするとそこへ紳士が飛び出していって素早く捕まえて丁重に詫び事を言って猿を連れて行きましたその紳士がくせ者だったんですね何クセモノだった課長はかみつくように叫んだ。 そんなななそうとなぜ君は言わないんだそいつがスリの名人かなんかでサルを抱き上げると見せてバッグから問題のマッチを吸っていったに違いないでも大江山さんたくさんのあなたの部下が警戒していなさるのですものね私が申したんじゃお気に障ることは分かっていますからね大江山は昔から彼の部下が穂村を目の敵にして怒鳴りつけたことを思い出して ちょっと顔を若くした。とにかく怪しいやつを逃がしてしまっては何にもならんじゃないか気をつけてくれなきゃああその海心師の行方ならわかりますよ何だってと大山はあぜんとして穂村の顔を穴の枠ほど見つめたそしてやがて どうもう君は意地が悪いその方を早く言ってくれなくちゃ困るね一体どこへ逃げたんだねさあ私はまだ知らないんですが間もなくはっきり分かりますよええさすがの大江山課長も今度は主盆のように真っ赤になって声もなくただ苦しげにあえぐばかりだった 奇怪なる発狂者穂村君君は僕をからかうつもりかそこにじっと立っていてなぜあの海進士の行方がわかるというのだ大江山捜査課長は真剣な色をなして穂村に詰め寄ったさあ一大事冗談じゃない本当なのですよ大山さん とホムラは彼の癖で長くもないあゴの先を指でつまみながら言ったこれは針金賢治さんにも聞いていただきたいのですけれど実は今群衆の中に私の助手である素永が混じって立っていたのですそこへ海進士があの早業をやったものですからすぐさま素永に暗号通信を送って海進士を追跡しろと命じたのです 彼はすぐ承知ををしして列を離れました。まもなく知らせてくるから一切がわかりますよ何だそうだったのかと狩金検事は横から笑いかけながらしかし暗号通信というのはどんなものかねそいつは私たちの間だけに通用する指先の運動ですよこんなふうに顎の下で動かすんです とは5本の指を器用に動かして今動かしたのが死体を早く解剖した方がよろしいという文句を暗号に綴ったんですフフ <laughs> なかなか口の減らない男だなと検事は苦笑いをして大山君その夫人の死体を早く法医学教室へ送って解剖に付してくれたまえ。 ことに胃の内容物を検査してもらうんだよ。いいかね承知しましたと大山課長は穂村にやり込められたのを我慢してそれを部下に命令を下したそこで夫人の死体はすぐ真っ白な担架の上に移され歩道の傍らに待っていた寝台自動車に乗せて送り出された「物見高い群衆は」 追い払えどなかなか減る様子もないらく君と大江山課長が近づいて海進しの行方がわかるのはいつ頃かね10日も20日もかかるのならこんなところに立っていては風邪をひくからねいや課長さんそうはかからないつもりですよまず早ければ30分遅くても今夜いっぱいでしょうそんなにかかるのかね では一応本庁に引き上げて君にビールでも出そうと思うよそう言うと大山は検事と相談して検察隊一行の引き上げを命じたのだった警視庁へ引き上げた一行はとうとう夕飯が出るようになっても穂村の助手の報告を聞くことができなかったそれに引き換え大学の法医学教室からは夫人の死因について第一報が入ってきた 婦人の推定年齢は22歳目下。妊娠4ヶ月なり死因はいまだつまびらかならざれど中毒死と認むこの報告は捜査本部の話題となった妊娠4ヶ月とは気が付かなんだね中毒死とすると誰に薬を飲まされたんだろう自殺じゃないかね。 それは違う穂村探偵も言っていたが自殺とは認められん須永という男は名前のように気が長いと見える早く帰ってこんかなもう7時だぜしかしその7時が8時になってもおろか12時を打っても須永は帰ってこなかった須がに限りこんなに遅くなることはない遅くなりそうだったら 途中から電話か使いかをよこすはずだったそれが何も言ってよこさないのだから不審だったと言って須永を探しに行くにも手がかりがなかったついに夜が明けてしまったむらにはもう大江山課長のからかいも耳に入らなかった須がはどうしたんだろう彼はしびれるような足を伸ばして窓際に行った そして本町の前をようやく通り始めた市内電車の空いた車体を眺めたその時だった2人連れの警官が1人の男を引っ張ってこっちへ来るのが見えた男はズボン1つに上にはボロボロに裂けたワイシャツを着ていたよほど怪力と見えてやっと掛け声をして腕を振ると2人の警官はマリのように転がった それで自由になったから逃げ出すかと思いのほかかの若者は路上でどこかのレビューで覚えたらしい怪しげな舞踏をはじめ変な節で歌うのであったかわいそうにかの若者は気が変になっているらしかった穂村は気の毒そうにその人の舞踏を見ていたがどうしたのかハッと顔色を変えると 顔をガラス窓にすりつけて叫んだおおあれは確かに須永に違いないどうして気が変になってしまったんだろう右足のない袋ここはある広間の中のことであった。 この部屋を見回して大変不思議に思うことは窓が一つも見えない上に周囲の壁がのっぺらぼうでドアが一つも見えないどこから出たり入ったりするのかわからない何階の部屋だかもわからないしかしその広間にはおよそ20脚ほどの椅子がぐるっと円陣ンンをなして置いてありその中に特に立派な背の高い椅子が一つあるが その前にだけこれも八十教の説教台のような背の高い机が置いてあった人間の姿は見えないがどうやら会議室らしいと突然どこからともなく妙な音楽が聞こえ始めたと思っているといつの間にか置かれた椅子の前にマンホールのような丸い穴がぽっかりと開いた その隙間から明るい光が見えるそれはその部屋の床下についている明かりのようだどこかでグーンという機械のうなる音が聞こえたすると不思議その穴の一つ一つに何か黒いものが見えたと思ったらそれが徐々に上にせり上がってきたみるみるそれは床上から高く突き出てきて やがて人間の高さになったかと思うとぴったりと止まったまるで黒いタケノコを丸く植えたように見えたそこで黒いタケノコは号令でもかけたかのように腰を折って椅子にかけたよく見るとその黒いタケノコの頭のほうにはギラギラ光る二つの目があったそれは 頭のてっぺんから足の下まで黒い布で作った袋のようなものをかぶっている人間だったことが初めて知られたまことに怪しき黒装束の一団すると突然音楽の曲目が違ったキルという号令がかかる途端に今まで空席だった唯一の机の前に ぼんやりと人影が現れたかと思うとそれが次第にはっきりとしてきてやがていつの間にかテーブルの前にはこれも全く一同と同じ服装をした怪人がちゃんと起立していたその狩猟らしき人物はギロリと目を光らせるとさっと右手を水平に差し上げ「右足のないフクロウ」と呼んだ。 するとそれが合図のようにその隣の黒装束が「壊れた水車」と叫ぶその隣が「黄色い窓」というそうしてみんなが別々に訳のわからぬことを叫んだがどうやらそれはこの一団の隠し言葉であって自分の名乗りを上げたものらしかった「着席」「右足のないフクロウ」と叫んだ首領は そこで自ら先に立って席に座った一同もこれに倣って席に着いた今日はまず最初に我が R ンの第二号令式を行うそう言って一同をずっと眺めだするとまた別のまるで地下にめいるような音楽が起こってきたギギーというきしるような音がして 途端に一同の目の前の床が畳一枚ほどガッと持ち上がってきたと思うとそれは上にせり上がって一つの四角な檻となった檻の中には同じような黒装束をした人間が二人突っ立っていた檻がピタリと止まると右足のないフクロウの隣にいた壊れた水車が席を立って檻に近づき それを開いて2人を引っ張り出した1人は大きいし1人はやや低い壊れた水車はおりをまた元のように床下に下ろした上で2人を一座の中央に引き据えてその黒い服を剥ぎ取ったするとその覆面の下から現れた2つの顔ああ意外にもその大きい方の顔は 銀座に猿を連れて現れ死体からマッチ箱を盗んでいった大男だったもう一人は知らない顔だったまず最初に狐の巣に宣告すると首領は言った君には秘密にすべきマッチ箱を売った失敗をあがなうことを命ずるただし我らの祖国は 君の名を R 団員の過去帳に記してこれまでの忠誘を長く称するであろういいか狐の巣は絶望の目をあげた途端にドーンという銃声が響いて狐の巣の体は崩れるように床の上に倒れた例の大きな男は これを見るや、っ銃殺に遭ったキツネノスと呼ばれる男は多量の出血に弱り果てたものと見えやがて宙をつかんだ手をブルブルと震わせるとそのまま落命した。さて次は、 赤毛のゴリラに対する宣告であるがと狩猟右足のないフクロウは厳かな口調で言った一座は死因と静まり返って「新山ざ国にあるのと何の選ぶところもない」「その前に少しばかり意見を交換しておきたい」「赤毛のゴリラが」 得意の猿を使ってマッチ箱を取り返したことは部下の過失をいささか償った形だがそのマッチ一箱にはマッチが半数ほど失われている見ればその箱にはマッチを吸った痕跡もないが一体どこへ失われたのか意見はないか本院にも明瞭ではありませぬが お尋ねゆえ、試験を申し上げます。と、かの大男は言った失われた半数のマッチは、かの頓死した日本婦人が飲み下したものと思います。だから夫人は一命を存じたのです。何、飲み下した飲み下すと死ぬのは分かっているが、では、 カのノ夫人はあのマッチの先端が何でできているのか知っていたと思うかそれは知らなかったと思います。あの夫人は何かの体の異常でマッチの軸を食べないでいられなかったのです。つまり、赤輪イーターです。あの黒い薬をゴリゴリとかみ砕いて飲んだので、マッチで火をつけたのではないから、 箱にはすった形跡がついていないのですするとその夫人はあのマッチの不足分は全部胃の中に送ったというのだなそうです私は確信していますだから日本人の手にあのマッチ一本だに渡っていないのですですから本院の除名は許していただきたいと思います いや、宣告に妖怪することは許さぬ。とにかくマッチが日本人の手に残らなかったのは何よりである。それがもし調べられたりすると、我々が重大使命を果たす上に一頓座を来たすことになる。不幸中の幸いだったと言わなければならん。では、赤毛のゴリラに宣告を与える。一度、 起立。十数名の国衣の人物は一斉に起立した赤毛のゴリラの顔はみるみる土のように色あせていったああ生命は風前の灯火である「全国君は狐の巣の監督をおこだり」。 重大なる材料を流出させたる失敗をあがなうことを命ずる忠誘なる赤毛のゴリラよ地下に銘銘せよと言いかけたその刹那の出来事だったが突然どこからともなく一匹のネズミが現れてちょろちょろと狩猟の方へ走り出したおやと叫んだ途端に 赤毛のゴリラの懐からポケットザルがパッと飛び出してネズミの跡を追いかけた狩猟はハッと身を避けてこの小動物の追いかけごっこを見送った他の黒装束の連中も思わずゾロゾロと前へ踏み出したその時赤毛のゴリラの影のように寄り添った黒装束の一人が素早く何かささやいてそっと手渡したものがあった 猿は部屋の隅でとうとうネズミを噛み殺してしまった一座は元のように整列した右足のないフクロウはそこで再び厳かな口調で叫んだ「赤毛のゴリラよ地下に埋めいせよズドン」と銃声一発。 狩猟の手には煙の静かに出るピストルが握られている「ダダダダッ」と赤毛のゴリラは銃眼のために後ろに吹き飛ばされドターンと仰向けに倒れてしまったそして石のように動かなくなった「これで第二号令式を終わった」と狩猟は恐ろしい霊式の終了を報じたが この時何を思ったものか一座をきっとにらんで声を励まして叫んだ「アルンソクの第13条によって本人を除くほかの隣席団員の覆面を脱ぐことを命ずる覆面を脱ぐ第13条それは極めて重大な命令だった覆面を脱げば大抵 死刑かか本国相関のいずれかであるそれは実に重大なる事態の発生を意味するさっと一同は我を争って覆面を脱いだ現れ入れたる思いがけないその素顔何者だ覆面を取らないやつはなるほど一番遠い端にいる会員の一人はただ一人覆面を取ろうとしない それは赤毛のゴリラに何か手渡した男だった狩猟はピタリとその団員の胸にピストルをぎした覆面を取らぬ団員の生命は風前の灯火に等しかったあわや第三の犠牲となって床の上を鮮血に汚すかと思われたその刹那「んっ!」と一声かの団員の気合がかかると同時に その右手がさっと宙に上がると見るや何か黒い塊がピューとうなりを生じて狩猟を右足のないフクロウの面上めがけて飛んでいった「うおと叫んだのが先だったかドーンというピストルの音が先だったかとにかく狩猟は素早く背を沈めたとそれを飛び越えるようにして円を描いていった黒い塊は 行く手にある頑丈な壁にぶつかってガガーンと一大爆音を上げ真っ白な煙がまるで数千の糸を四方八方に撒き散らしたように広がったくそ偽団員だ。逃げつな、殺してしてまえ。覆面のない数十名の団員は天んにわめきながら怪しき黒影の上に殺到していったがあらあら不思議。 どうしたわけかわからないが彼らは拳を勢いよく振り上げたのはよいが言い合わせたようによろよろとよろめきまるで骨を抜き取られたかのようにどっと床の上に崩れてしまった途端に微粘膜に異様な鋭い周期を感じたのだった「毒ガス」「もう遅い」「ざまを見ろ!と」と 含んだような声で叫んだが「あこいつはしまった!」と言って飛び出していったそこに確かに狩猟が立っていたと思ったのにどこへ行ったか狩猟の姿がなかった床の上には丸い鉄皮が厳然と閉じていて蹴っても踏みつけても開こうとしない「ちェ逃がしたか」さすがは狩猟であった。 とっさの場合にその場を逃れたものらしかったこの上は赤毛のゴリラを頼むより他はない彼はスルスルと横に張って奥の壁際に倒れている第二の犠牲者のところへ近づいたおいしっかりしろ赤毛のゴリラの上着を開くと彼の胸にはさっき怪人からそっと渡された簡易防弾胸当てが当たっていた しかし玉は運悪く胸当ての端をかすめて顎の骨にぶつかったらしく首の辺りを鮮血が赤く染めていたその衝撃が激しかったのか彼は気絶していたしかし心臓の鼓動は指先にはっきり感じられたこのままでは息を吹き返すと同時に昏睡してしまうぞ危ない危ないそう言って怪人は 黒衣の下からマスクのようなものを出しゴリラの顔面にかぶせてやったそしてそれが済むとどんどんと背中を打っておい目を覚ませ目を覚ますんだと叫んだ激しい刺激に赤毛のゴリラはやっと気がついたかうーんとうなり始めたおい赤毛くんしっかりするんだ ぐずぐずしていると俺たちは死んでしまうぞ怪人は気が気でなかった隠し持ちたる毒ガスを放ったはよいが狩猟を逃してしまったのは危険この上もない狩猟はいつ彼の背後に迫ってくるか知れないのだおおき君は誰だと赤毛は細い声でうなるように言った 誰でもいい。君に防弾員をめぐんだ男だ。それよりも危険が迫っている。この部屋から早く逃げ出さねば命が危ない。さあ、いいたまえ。どこから逃げられるんだおお。あなたは団員ではないのだね。いや、そんなことはどうでもよい。僕はもう死んでいるはずだったのだ。逃げよう。逃げよう。あなたと逃げよう。さあ。 そこの床にあるスペードの印のあるところを押すんだ。早く早く何スペードの印あ、これだな。と、怪人が喜びの声を上げたとき、不意に天井の方から割れ金のような声が鳴り響いた。小村探偵君、何か遺言はないかね 狩猟対ホムラ遺言はないかと天井裏から叫んだ者は紛れもなく密室から逃げ去った狩猟に違いなかったその狩猟は穂村探偵君と呼んだが一体あの青年探偵ホムラはどこにいるというのだここは罰国官庁団の巣窟ではないかル々と横たわるのは のたもっとも一人だけ覆面を取らぬ団員があったがきの勝ちだ。好きなようにしたまえ。と突然叫んだのは覆面を取らぬかの団員だった彼はすっくと立ち上がるなり両手を頭上に上げて敵意のないのを示したハはハッハと、 天井裏の声は肉に々にしげな声で笑った「日本の探偵さんは案外もろいですね」さあ動くと命がないぞじっとしているんだよいよいよ狩猟はこの部屋に出てくる規制を見せたそれを知ると赤毛のゴリラは色を失ってしまった狩猟が出てくれば、 赤毛の生きていることがわかり一発のもとに倒されるに決まっているいやすでに首領は赤毛が穂村から恵まれた簡易防弾医で命を助かったことを知っているかもしれない彼としては団員として働いていた間は死を覚悟していたしかしもう彼は団員でもないそれどころかすでに銃殺されて 線の客となっていたはずである。視線を越えて彼の場合は死ぬのが恐ろしくなったどうか、私を助けてください。赤毛はわなわな震えながらムラの腰にしがみついた室内にはシューシューとかなり耳に立つ音がしているそれは毒ガスをしきりに廃棄している送風機の音だった 廃棄が済まないと狩猟は出てこられないのだと穂村は早くも悟ったそこで彼は低い声で何事かを早口にしゃべったそれを聞くと赤毛はうなずいたそしてごろんとその場に倒れてしまったやがて送風機の音が止まったそして正面の鉄皮が弾かれたようにパッと開くとまるで開帳された厨子の中の仏様のように 覆面のがたっていたその手にはコルトらしいピストルを握ってさあむらくん動きたければ動いてみたまえ何動きたくないってそうだろうすぐピストルの弾をごちそうするからねさてそれよりも君に至急聞きたいことがあるのだから答えてくれたまえ と言って狩猟はじりじりと穂村の方に近づいてきた覆面対覆面それは狩猟対ムラの行き詰まるような一大光景だった「穂村君」と狩猟はなおも油断なくピストルの口金を穂村の胸にピタリと当てて「君は銀座事件でマッチ箱を怪しいとにらんでいるそうだが」 いったいあのマッチ箱のどこが怪しいというのがね穂村はしばらく黙っていたが箱は普通のマッチ箱で少しも怪しくはない怪しいのはマッチの棒だマッチの棒それがなぜ怪しい箱の中に半分くらいしか残っていなかったそのくせ擦った跡が一つもない そんなことはわかっている。それ以上のことを言いたまえ。だから言ってるではないか。残りの半分のマッチ棒は、あの銀座の歩道に倒れた川村明子という身持ち夫人が食べてしまったのだ。何あの女が食べたそうだ。と、むらは狩猟の驚くを尻目にかけて、 狩猟の驚くを尻目にかけてしゃべり続けた食べたからすり跡がついていないのだ食べても大して不思議ではない妊婦というものは生理状態から変なものを食べたがるものだ彼女の場合は胎児の骨格を作るためにリンが不足していたのでいつもマッチの頭を食べていたのだあの日も何気なしにあのマッチ箱を君の一味から買ったのだ そこは店の表から見ると何の変哲もないタバコ店だっただからそんな恐ろしいマッチとも知らず君の仲間が間違えたまま一箱買い取ってそしてガリガリ噛みながら銀座へ出てきたところがところがどうしたというのだところがそのマッチは特別に作ったものでリンの他に 食べるといけないいい薬が混和されていたのだ。いや食べるとは予期されなかったので劇薬が入っていたのだと言った方がよいだろうその成分というのはうんその成分というのは怪しき図さあ 早く言わぬかそのマッチの成分というのは何だったというのだと狩猟を右足のないフクロウはせき込むように質問した極秘のマッチの成分なら君方の方がよく知っているじゃないかとホムラは肝心のところで相手の厳しい質問に対し軽く肩透かしを食わせた長老する気かねえ ではやむをえんさあ天て,ていに祈りをあげろなちょっと待て待てと言うのかじゃあ素直に言え言うと言ったのではないそれよりも君のために忠告しておきたいことがあるからだとむらは騒ぐ景色もなく僕を殺すのは自由だが すると例のマッチが我が関係の手に渡り添えてある僕の意見書によって綿密な分析が行われ結局君たちの計画が大頓挫するが承知かねえマッチが日本関係の手に渡るというのかそんなバカなことがあってたまるか残りのマッチ箱は赤毛のゴリラの働きで取り返してあることは知っているではないか そうでない川村亜希子の遺液に混じっているのを分析すればわかるそんなことなら心配いらない遺産に合えば化学変化を起こしてわからなくなる <laughs> まだある安心するのは早いぞ実は僕があのマッチ箱から数本失敬して某所に秘蔵している 僕がここ数日間帰らないとさっき言ったようにそのマッチと僕の意見書とが陸軍大臣のところへ提出されることになるそうなればあとはどんなことになるか君にも容易に想像がつくだろうおお貴様という貴様はと狩猟は全身をブルブル震わし 銃口をグイグイと穂村のあばら骨にすりつけたが引き金を引くと一大事となるので歯をギリギリ言わせて射撃したいのをこらえたさあ打つなら撃つがいいどうして打たないのだおおうと相手は気をのまれて一歩引いたとえいという気合いがかかって 狩猟の体は風車のようにくるりと大きく一回転すると嫌というほど床の上に叩きつけられた敵がひるんだと見るやその直後の一瞬時をつかんだ穂の早業の投げだった死に物狂いの相手はガバと羽を着てピストルの引き金を引こうとするのを「この野郎!」と飛び込んだ穂がさっと足を払って また転がるところをすかさず逆手を取って上からトンと押さえつけたさあどうだ主格ははっきりと転倒してしまったむらが言い含めてあったのかこの騒ぎのうちに彼に救われた赤毛のゴリラはさっと部屋から飛び出していった「右足のないフクロウ君!と」と穂村は逆手を取ったまま狩猟に行った。 君の覆面は武士の情けでそのままにしておいてあげよう。さあ、これから君にちと働いてもらわねばならぬが、それはこの喪窟の案内だ。ここには色々な怪しい仕掛けがあるようだ。第一に気になるのは、君がさっきまでかけていた椅子についているフクロウの彫刻だ。と言ってホムラは、狩猟の座席だった椅子を指さした。 怪しいと思うのは、あのフクロウの目だ。あれは押しボタンになっているに違いない。君をそばへ連れて行くから、ちょっと押してみてくれないかほむ村は、狩猟を椅子のところへ連れて行き。さあ、まず右の目を押してみてくれたまえ。嫌だ。俺は押さない。押さなければ、貴様こそ地獄へ行かせてやるぞ。 この担当の切れ味を知らせてやろう待てでは押そうどうせ押すなら早くすればいいのに全く視覚は逆になった首領はしぶしぶ指を差し伸べてボタンをギュッと押したその途端に「ジー・ジー・ガチャリ・ガチャリと」と 機械の動き出す音が聞こえだしたと思うと正面の鉄壁が真ん中から2つに割れ静かに静かに左右へ開いていったそしてその後から何ということだろう縦横5メートルほどの大壁画が現れたがそれは独々しい極彩式の水画で画面には百花というか千花というか およそありとあらゆる美しい花がベタ一面にかき散らしてあった「バンカガフ、密偵の巣窟にこの似つかわしからぬ図柄は一体どんな秘密を隠しているのであろうか呪いの極刀灰色の敵の巣窟に 〈これはまたあまりにもにつかぬ極彩式の大図譜〉英才をもって聞こえた穂村探偵もこの課長絢爛と入り乱れた一大図譜をどう解釈してよいやら皆目見当がつかず呆然としてその前に立ち尽くすばかりだったこの壁掛け図が部屋飾りのために掛けてあるのでもなくまた偶然そこにあったのでもないということは極めて明瞭だった〉 するとこの大図符こそは罰国官庁団の使命に密接な関係のあるものでなければならぬ炎はそれを確信したではこの図譜の持つ謎をどこに発見したものだろう彼は今までにいろいろと複雑な暗号にぶつかったがこの種類のは初めてだった なお、身近くには油断のならない相手右足のないフクロウがいてピストルに隙さえ見いだせるならあべこべに彼の生命を脅かす位置に取りかわろうと狙っているしかもこの場所というのが彼にとって便利この上ない巣窟に違いないこの上どんな殺人的仕掛けがあるやらわからないしまたいつ気球を聞きつけて 決死的な新手の団員が殺到してくるかわからないそれを思うと長いはすこぶる危険だったそれにもかかわらずせっかく目の前に臨みながらどうにも手のつけようのない謎の大図譜さすがの穂村探偵も滑走路の中に入れられたように全身がじりじりと灼熱してくるのを覚えたのであったさあと穂は 狩猟の背中を銃口で押して威嚇したこの図譜が出てきたからにはもう観念してよいだろうこいつの実行機はいつだそれを言ってみたまえ穂村はさも計画を熟知しているような顔をしてこの機密によじ登るための何かの足がかりを得たいつもりだった「ハハハと右足のないフクロウはふてぶてしく笑った わしに聞くことはないでしょう。ご覧のとおりですから勝手にお読みになったがいいでしょう嫁めというのかではこの図譜の上に全てのことが書かれているのだだが嫁めといってもこの課長を見られるこの図を何と読んでいいのだろう <laughs> どうですお分かりかな と狩猟は悪意を笑い声に持って投げつけたそれを聞くと穂村はもう耐えられなくなった「わからなくてどうするものか!」と彼は叫んだ自暴的な自殺的な言葉を吐くのが彼のよくない病壁だったがそれをまき散らすといつの場合も反射的に天雷の霊感が浮かんでくるのであった 今の場合もそうだったそうだもう一つ押しボタンがあったその押しボタンを押しさえすればいいのだ心配は押してみてからあとでもよいむらはつと手をのべて狩猟席に猟席についているもう一つの押しボタンをぐいと押したするとかぜんその反応は起こった 図譜に向いてあった壁面に一つの穴のようなものがポカリと湧くとその上にさっと赤色の光線がほとばしると見るより早くかの大図譜の上に投げかかったとなんという不思議大図譜の上に乱れ飛んでいた課長がさっと姿を消してその代わりに図譜の上には大きな地図が現れた地図地図 青色の大地図だった。そして意外にも極東の大地図だった日本を中心として右には米大陸の西岸が見え上には北平洋があり西にはインドの全体がそして下にははるかに豪州が見えているその地図の上にはところどころに太い青線で妙な印がついていたああ やはり密偵団の陰謀はこの大地図の上に記されてあったのだ穂村の興奮はその極みに達したがそこに恐ろしい危険があった穂村の警戒の目がちょっと留守になったのだガチャーンと激しい物音ガラガラとガラスの壊れ落ちる響きがしたと思うと 途端に赤い光線がさっと滅したそして面用にも青色の極東を中心とする大地図が消えうせてあとには初めに見た課長の図が何事もなかったかのように壁間にかかっていた「やったな!」と狩猟の方に気を配る「もう遅かった」 ガーンとむらのあごを強襲した猛烈な打撃彼はうーんと一声うなるとともに意識を失ってしまったるのある部屋それからどのくらい時間がたったのかわからなかったがとにかく穂村探偵は首筋のあたりにひやりと冷たいものを感じて はっと気がついた「おや自分は何をしていたんだろう」そのような疑惑がすぐ頭の上に上ってきた目を開いてみたがなんだか薄暗くてよくはわからない「一体ここはどこだろう」と不思議に思って立ち上がろうとしたが途端に嫌というほど脳天を打ちつけ ズキンと頭部に割れるような痛みを感じたガラガラガラッと足が引っかかったままその場に体は横倒しになってしまったそして顔の真正面から何か土か灰かのようなものをパーッと浴びてしまったプップッと唾を吐きつつ彼はようやく立ち上がったそして薄くながりの中ながら 彼は大きなセメントダルのようなものの中に入っていたことが分かってきたのであるよく目を見定めるとそのセメントダルのようなものがそのほかいくつも並んでいたまるで工場の倉庫みたいな感じである倉庫ではないがしかも異様な臭気が室内に充満していてそれがプーンと鼻をついたがちょうど塩酒の俵が腐敗を始めているような臭いだった ここは倉庫かなとはその時すでに思ったことだったが確かにさっきまでいたあの大広間ではない誰がこんなところへ連れてきたのかうんそうだこいつは右足のないフクロウの仕業に違いないここは地下室の底だなそれにしてもと穂村は手近の一つの樽の方へ近づいて 彼がさっき落としたと同じふたを手で取り払って内部を覗き込んだあこれは穂村探偵は内部を覗くと同時に思わず弾かれるように身を引いたその樽の中には室内の異臭を作っている原因の一つがあったからであるそれはまた危うく彼が陥りかけた恐ろしい運命を物語るものであった 実に樽の中には何者とも知れぬ一個の死体が入っていたのであるいや一個だけではない探してみると都合4個の死体を発見することができたああするとこの部屋は死体置き場に等しいのであった彼は覚醒したことの幸運を感謝したもう少しで 彼自身でもって死体をもう一個増やすところだったのであるまあよかったと思ったもののその後ですぐ大きな不安が押しかけてきたこの部屋には出口が開いているだろうかという心配だったムラは樽のそばを離れて30坪余りもあるその室内をぐるぐると歩き回り出口と思うところを訪ねて歩いたその結果 彼の探し当てたものは頑丈なコンクリートの壁ばかりだった出口はあるはずなのであるが隠されて見えなかったしもし見つかってもこれは押したぐらいでは開かないことがはっきりした彼はすっかりこの部屋に閉じ込められてしまったことにようやく気づいた生き埋めかそいつはたまらんと穂村は独り言をつぶやいたが 彼はそれほどわてているわけではは、なかった。彼はこの部屋にはもっとお会いした空気がたまっていなければならぬのにそれほどでもないのを不審に思ったするとどこかに空気抜けが空いているに違いない彼は薄暗い天井に目を据え綿密に観察していった結果あああそこに空気抜けがある 彼はとうとう部屋の一遇に求めるものを発見したどうやら体が抜けられるらしいそれがわかると彼は急いで樽の空いているのを集めたそしてそれを城のように積み重ねていったついにそれは天井に達した彼は小躍り線ばかりに喜んでその空気の抜ける穴の中に入り込んだ 穴の中は冷え,冷えとしていたそして彼の元気を盛り返らせるような正常な空気の流れがあった彼は思わず深呼吸を繰り返したがそれが済むとそろりそろりと真っ暗な穴の中を這い始めるのだった空気穴は太い鉄管になっていてムラの体を楽に飲み込んだそろそろと横に這っていくと 手のひらは鉄管のために冷え冷えと熱を取られそして靴が還壁に当たっている音がワンワンと反響してまるで鬼が奉公している洞窟に入り込んだような気がした一体この空気感はどこへ抜けているのだろう何しろこう真っ暗では何が何やら見当がつかないああそうだ僕は懐中電灯を持っていたはずだ は重大なことを忘れていたので思わず暗中で顔をわからめた慌てないつもりでいたがやはり慌てていたのだもちろん命の瀬戸際で軽業をしているようなありさまなのだから慌てるのが当たり前かもしれないがああ,あったぞムラはいつも身だしなみとしていろんな小道具を持っていた。 彼は直機のポケットからマッチ箱ぐらいの懐中電灯を取り出したカチリとスイッチをひねるとパッと光がついたありがたい壊れていなかったのだまぶしい工房の中に異様な空気感の内部が浮かび上がった彼は元気を取り返してゴソゴソと前進を開始しただがその前進は長く続かなかったなぜならば 5メートルほど行くとそこに丸い鉄壁があってもはや全身が許されなくなった残念にも空気感はそこで橋を閉じているのであった行き止まりか穂村は吐き出すように言ったこれではもう仕方がないでも空気は冷え冷えと彼の方をかすめているそう思うとまだ外に抜け道があるに違いない 彼は管の中に腹ばいになったままそろりそろりと交代を始めたそして少し下がっては左右上下の天井を懐中電灯で照らし注意深い観察をしてはまた少し体を交代させていった彼は次第次第に沈着さを取り返してくるのを自覚したするとついに彼の予期したものにぶつかったあこんなところに縦穴があった 縦穴。それはさっき通り過ぎたところに違いなかったのだけれどもその時は慌ててしまってついうかうかと通り過ぎたものらしかった天井には同じくらいの大きさの丸い穴がポカリと開いているのを発見したのであったムラはその天窓のような穴に顔を入れて懐中電灯の光を上方に向けてみた真っ黒な鉄管は煙突のようにずーっと上に抜けていた こいつを登っていこうと、とっさに彼は決心をした。が、どうして登るというのだ。そこは足場もない高い高い鉄管の中だった。ああ、せっかくの抜け道を発見しながらも、人間技では到底これを登りきることはできないのか。いや、何事も慌ててはいけない。うん。 こうやって見るかな彼はポンと膝をたたいた彼の目についたのは鉄管と鉄管との継ぎ目であったそれは合わせるために一方が内側へ少し折れ込んでいてその周囲にはリベットが打ってあったそいつが足がかりになりはしないか彼は靴を脱ぎ靴下を取って裸足になったそして靴下はポケットへ 靴は腰にぶら下げると壁に高く手を伸ばして底入れを下がると幸いに指先に手がかりがあったそこで銃の爪に全身の重量を預けて機械体操の要領でじわじわと体を腕の力で引き上げたにわかに強い自信が湧いてくるのを感じた全てが忍耐の結晶だったうーん かはこう急がなかった。ゆるりゆるりと鉄の還壁をよじ登っていっただからとうとう2 0ルもある高所に上りついたそして彼の頭はゴツンと硬い天井を突き上げたのだったああ、また行き止まりか彼は失望のために気が遠くなりそうになりかけてハッと気がついた こんなところで元気を落としてはなるものかと唇をぐっとかみ右手を上げて天井をなで回したすると指先にザラザラした粗い鉄格子が触れた空気がその格子から抜けているのだった格子ならばこれは後からはめたものに違いないそれは下からつくと開くのが普通だと思ったのでホムラは腕に力を込めてグッと押し上げてみた するとごとりという音がしてその重い鉄格子が少し持ち上がった穂村は元気を百倍にした下に落ちては大変だと気を配りながら満身の力を振るって鉄格子を押し上げた格子は彼の想像通りズルズルと横に滑っていった座礼か密書か うん、閉めたぞ穂村は元気を盛り返した穴の縁に手をかけるとひらりと飛び上がったそこはやはり穴の中であった横に伸びた同じような穴だったしかし今までの穴とは違いなんとなくシャバに近くなったことが感じられたそこで彼は何か物音でも聞こえるかと全身の神経を耳に集めて辺りをうかがった するとかすかではあるがどこからともなくボソボソと話し声が聞こえてくるではないか彼の勇気は100倍したとんでも行きたいところをむらは敵に悟られないように注意をしてイモムシのようにそろりそろりとその方向に進んでいった空気感はやがてぐるりと右へ曲がっていたがその角を曲がると彼は「うーん」 とうなって石のように硬くなった5メートルと離れないところに鉄管の一部が明かり窓のように黄色く輝いているのだったよく見るとそれはさっき彼が押し上げたのと同じような丸い鉄格子がはまっておりそして下から光がさしているのだったむらは再び耳を澄ました先ほどまで確かに聞こえていたと思った話し声がもう聞こえない だがどうやらあの輝く鉄格子の下に部屋があるらしいムラはそこで意を決するとそろそろと格子の方へにじり寄ったお,お部屋果たしてその下には4坪ほどの小部屋があった机や椅子や戸棚などが所狭いほど置かれているところを見ると事務室であることに間違いがない 格子の真下には大きな事務机がありその前には空っぽの回転椅子が一つとその横にも空っぽの椅子が一つ放り出されたように置かれてあったさっきの話ではこの一つの椅子に座っていたものに違いないではこの回転椅子にいたのは誰だったかまたも一つの椅子の客は何者だったろうかいずれにしてもそれは敵のものには違いない そこでホムラは注意深く机の上を隅から隅まで観察した機上には本や雑誌が散らわっているがその壁に近く開封した封筒とその中から手紙らしいものがはみ出しているのを見つけたそれはたちまち穂村の所有欲を刺激した「あれが我が手に入ったらなあ」だが鉄格子はどこに打ちつけてあるのかびっくりとも動かない。 だから格子を外して降りようったって簡単には行かないミスミス宝を前にして指をくわえて引っ込むよりほか仕方がないのであろうかムラは歯をギリギリ噛み合わせて残念だった焦ってはいけないとムラは自分自身に言い聞かしたそれより落ち着いて考えるのだ人間の知恵を活用すれば不可能なものはないはずだ じじりりとする心を静めて1分2分それから考えた「うんそうだこいつだ!」何を思ったか彼は下に着ていた毛糸のジャケツをベリベリと裂いたそして毛糸の端をたぐってどんどん糸を解いていったそれを長くして2本合わせると手早く寄り合わせたそして ポケットからナイフを取り出すとその刃を出し手で握る方についている輪に毛糸の端をしっかりと言わえたそうしておいてナイフを格子の間からそろりそろりと下に下ろした毛糸を伸ばすとナイフはスルスルと下に降りてついに手紙の上に達したさあこれからが問題だそこでホムラは、 釣りでもするような調子で毛糸をちょっと手繰っておいてパッと離したナイフは自分の重みでゴトンと下に落ちて机の上を刺したそれを見ると彼は注意して毛糸を上に引っ張った然机の上の手紙はナイフの先に突き刺されたまま静かに上に上ってきた彼は指を格子の中へ できるだだ。け深く差し込んだ2本の指先がかろうじて手紙の端を押さえた「閉めた!」思わず指先が震え出した途端に封筒がスルリと抜けて下に舞い落ちた「あっと叫ぶ余裕もない」「指先には四つ折りにした手紙があるのだ」「彼は天佑を祈りながら」 指先に力を込めて静かに引っ張り上げたついに手紙の端が格子の上に出たもう大丈夫つまみ上げた手紙を取るておそしと開いてみればこはいかにそこにはただ水平がたばこを吸っているような漫画が書き散らしてあるばかりだった途端に下の部屋に どやどやと粗い靴の音がした危機一髪炎が空気穴から見下ろしているとも知らず突然下の部屋に現れたのは例の密偵団の覆面をした2人の怪人物だったその1人は狩猟右足のないフクロウであることは確かだった もう一人の人物は何者ともしれないよく来てくれたねと言ったのは狩猟だった君の非常警報を受信したのですぐに軽飛行機で高度千メートルをとって駆けつけてきた一体どうしたのだと言ったのは別の人物だったこの話から考えると 狩猟はついに警報を他の密帝区へ発したものらしいそれで召喚された密偵の一人が早速駆けつけたので右足のないフクロウが迎えに出たものらしい大変なことが起こったのだよ折れたアジサイ例のマッチ箱が日本人の手に渡ったため我が大英密帝区はついに解散にまで来てしまったおお マッチ箱がねえ。と言ったのは折れたアジサイと名乗るタクの密偵だった君のところだけの問題でなく全区の大問題だしかし心配はいらぬすぐマッチ箱はマッチのボートも全部回収したそれは本当かまず完全だただ マッチの棒の頭を噛んで死んだ婦人の死体の問題だがこれも今日のうちに盗み出す手はずになっているからこれさえ処分してしまえばあとは何にも残っていないそれならば良いがだが日本人はマッチの棒の使い方を勘づきやしなかったかなそれはと右足のないフクロウはちょっと言葉を切ったが まず大丈夫だ恐ろしいやつは穂村という探偵だがこいつも樽の部屋に永遠の休息を命じておいたからもう心配はいらぬ永遠の休息かあああと折れたアジサイは笑いながらマッチの棒の使い方がわかると我々の持っている秘密文書はことごとく書き改めねばならない そうすることは不可能でないまでも、例の地点における我々の計画は、少なくとも3ヶ月の低頓を食うことになる。マッチ棒の心配はもういらぬよ。そうあってくれないと困るかねえ時に、早速仕事を始めたいと思うが、僕は何を担当して何を始めようかねえそうだ。 もうぐずぐずはしていられないのだこんなに低頓することは我々の予定にはなかったことだそうださっき本国の参謀局から指令が来ていたそれを早速君に扱ってもらおうかなと言って首領は立ち上がると手紙を取るために机の方に行ったおお 本国の指令とあれば誰よりも先に見たいと思うくらいだどれどれ見せたまえちょっとお待ちたまえおやこれはおかしいぞ封筒があるのに中身が見えない右足のないフクロウは少し慌て気味で壁との間の隙間や果ては机の引き出しまで探してみただが 彼の探しているも顔はだんだんと青ざめてきたどうしたというんだね指令所は全く不思議だ見当たらないこの部屋には僕のほか誰も入ってこないはずなのだがもし司令書が紛失したものならこれは重大なる責任問題だよ そうだ、紛失したのならねおこれはひょっとするとそう言って A 首領の右足のないフクロウは中身のない封筒をつまみ上げて電灯の下で司祭に改めていたがそのうち「おほうこの鋭い刃物の跡のようなものは何だろう」と頭をひねった。 刃物の跡だってそうだ封筒の上に深い刃物の跡がついているがこれはわしの知らぬことだ」と言いながら机の上に近づいてその上に広げられている大きな吸い取り紙の上に顔をすりつけんばかりにして何者かを探していたがやがて「おおあったぞ。 こここにも刃物の跡がある。こっちの方が傷が浅いところを見ると封筒の上から刃物で差し通したのだ誰がやったのだろうこの位置だとすると首領はハッと首をすくめると海中から鏡を出してその中を覗き込んだその鏡の底にはちょうど真上にあたる むらの隠れてているきの危機は迫った視線を超える時天井の鉄格子の間から下を見下ろしていた穂村探偵は「しまった!」と叫んだ終了。右足のないフクロウは が潜んでいいい。ることに気がついたらしいではどうする穂村はとっさに決心を決めた彼は鉄格子に手をかけるとえいっと叫んでそれを外したそして躊躇するところなく両足から先に入れひらりと下の部屋に飛び降りた無謀といえば無謀だったが戦闘の名体はまず敵の棋戦を制することにあった それにムラはすでに空気感の中の模様を見極めているのでこの上その中に潜入していることが彼のために利益をもたらすものではないという判断をつけていたからだったいやホムラは四角いテーブルの四角を利用してその影に飛び込んだ2人の敵はこの大胆な振る舞いに飲まれてしまってちょっと手を下す術も知らないもののようだったがムラが隠れると同時に 内ポケットからピストルをするりと抜いてポンポンと猛射を始めた狭い室内はたちまち荘園のために煙幕を張ったようになり狙うホムラの姿がどこにあるかを確かめかねたもちろんホムラはその機会を逃してはならぬと思ったしかし部屋を抜け出すにはあいにく彼の位置が入り口より遠い奥にあるので大変勝手が悪い と言ってグズグズしているとさらに不利になるので彼はついに肉弾戦に訴えることにしたまず割合近くにいる右足のない袋を狙うことにし射撃の間隙を数えながらここぞと思うところでまっしぐらに突撃した敵は穂村が手元に飛び込んできたのにハッとロ狽バイしてピストルを取り直そうとする一刹那と叫んで むずと相手の懐にくみついた「うん日本人め」と右足のないフクロウは叫んで力を利用して振り離そうとするがむらは死を落として食い下がった「折れたアジサ早く射撃するのだこの日本人を生きて出してはいがぬ構わぬから僕を撃つつもりで申しゃしたまえ」 そいつはいいから撃て祖国のためだ我々の名誉のためだ早く撃てできながらあっぱれなことを言ったさすがは狩猟としてなある人物だけのことはあった B 狩猟の折れたアジサイは決心をしたものかその返事の代わりにズドンズドンと ピストルの筒口を組み合った2人のほうに向けたな穂村ううは低くうなって歯をギリギリとかみ合わせた左の腕に霧を突き込んだような疼痛を感じたやられたとその次に叫んだのは右足のないフクロウだった2人の敵味方は組み合ったまま どーっとその場に倒れた折れたアジサはこれを見るより早くバラバラと2人のところへ駆けつけたよし今日本人をやっつけるそう言って彼はピストルの口を下に向けた穂村は打たさすまいと思って組み合ったままその場にコロコロ転がっているしかし運悪くまたのところを倒れた椅子に挟んでしまった しまったもう身動きがならぬさあその次は敵のピストルの的になるばかりだ折れたアジサイはにやりと意地悪い笑みを浮かべると重いピストルの口を穂の背中に息した危ない <laughs> その一刹那のことであった何者とも知れず覆面の快感が砲弾のように飛び込んできた 待てと大喝したその太い声は今や引き金を引こうとする折れたアジサイの精神を乱すのに十分だった声に飲まれて思わずハッとするところへ右手が後ろへねじられて手首がピーンとしびれたごとりと向こうの壁際で鳴ったのは彼の手首を離れて飛んでいったピストルだったろう一体何者だ が意外の出来事に面食らっているところへ快感は飛び込んできたそして彼の体を右足のないフクロウから引き離すとそのまま肩に引き担いでシチのように部屋を飛び出したそして入り口のドアをピタリと閉ざしピーンと鍵をかけたムラを背負った快感はどこへ行く 漫画の暗号快感の肩に担がれた穂村探偵は多量の出血のために頭がぼんやりしていた時々頭が柱か壁のようなものにドカンと衝突するとハッと気がつくのであったある時は階段をガタガタ駆け上っているようだしある時は狭いトンネルのような中をスレスレにくぐり抜けていたようだった それらはほんの瞬間の記憶だけであとはまた精神がもうろうとしてしまって覚えがないさあもう大丈夫そういう声がして彼はとんと地上に降ろされたところで再び意識が戻った大変に冷たい土の上であったピューピューと寒い風が吹きつけるので彼はわなわなと震えだしたさあ もう安全なところまで来ましたよムラさんそう言って会館はムラの破れた服をそっと合わせながらさあそれでは私はおいとましますよでは待ってくださいとムラは苦痛をこらえながら叫んだ君は誰です。僕を助けてくだすって。くだっいいえ お礼はいりませんよ。私はあなたに助けてもらったことがあるのでちょっとご恩返しをしただけですそういえばお分かりでしょう分からない誰誰でもいいじゃありませんか私はすぐ姿を隠さねばなりませんちょちょっと待って と言って穂村は半身を起こしたが「あ痛い!と」とまたもや地上にゴトリと倒れてしまったそしてこんこんとして眠ってしまったそれからのちどのくらいの時間が流れたか知れないムラが再び正気に帰った時には辺りはもうかなり明るかった彼は元気を盛り返して身を起こした 激しい疼痛が彼の神経をチクリチクリと刺激したが歯を食いしばって地上に座り直したどうやらここは大きなビルディングの地下室へ降りる石階段の下であるらしいどうしてこれを地面と感じたのか一向にわからないふと見るといつの間にしてくれたのか左腕には白い包帯が厚く厚く巻いてあったそして 脱げた靴が片方だけ転がっていたいやそのそばにもう一つ黒いものが転がっていたそれは防弾チョッキだったそれには見覚えがあったこれは確か最初地下室に忍び込んだ時にすでに射殺されようとしていた猿使いの隊員赤毛のゴリラに与えて一命を救ってやったものだったしてみるとああそうだ 僕を救い出してくれたのは赤毛のゴリラだったんだだな赤毛のゴリラだったらもっといろいろ尋ねたいことがあったのに彼は昨夜の出来事をはじめこの何日か密偵団の巣窟で起こったことをそれからそれへとまるで継ぎはぎだらけの映画を映し出すように思い出したのであったそういえば確か密証を奪ったつもりだったがあれはどうしたろう は,はっと胸を躍らせながら両手を忙しくポケットからポケットに走らせたおおあったぞ彼は思わず大声を上げた右のズボンのポケットから出てきたのはしわくちゃになった折りたたんだ西洋紙だった「これだこれだ!」彼は踊り上がりながら紙切れを広げてみた そこには最初に空気感の中で確かめたのと同じく漫画風の変な格好の水平がパクパクとパイプをくゆらせている絵がついていたなんだこれは漫画じゃないか密書と思いきやこんな無邪気な漫画水平であるとは彼は大きい失望を感じながらなおも紙面を見つめていたがお これは変なところがあるぞと突然うなり出したそうだこれは一種の暗号で隠し文字法といわれるものだいろんな文字が隠してあるのが見えるはてこの水平の銅と足とは R という字に似ているぞおやおやこの靴を見ると変な形になっているぞ右が E の字で 左の足はどうやら Z らしいこのパイプの煙も妙な形をしているこれは面白いムラは重傷のことも辺りが急に明るくなってこのビルディングの小遣いがゴトゴトと起き出したことも気づかない様子で画面の中から暗号を拾い上げていろいろと組み合わせていたがやがてついに叫んだああ溶けたらしい。 ヨウカ・デジネフ・ P ・ R ・ウェールスか。はて、どうしてそんなことになるのであろうか。恐ろしき予感ホムラ探偵は、漫画の水平の絵から、ヨウカ・デジネフ・ P ・ R ・ウェールスを 次ののような見方をしして取り出したのだった。だっまず水平さんの帽子と丸い顔の輪郭とが8の字を成しているそれから口にくわえたパイプの煙を見るとそれが渦を巻きながらも左に T 右に H の字に見えるこれを合わせると H となるのである H とは8日のことである これで日付の符号は解けた。次に分かりやすいのは水平さんの足元の左に石ころのようなものが落ちているがこれはどう見ても D という字がひっくり返っているとしか思えないそれから今度は水平さんの右足というと画面では向かって左の方の足のことであるは靴を履いているようであるがそれはどうやら E という字が左へ倒れているもののようである それから向かって右の水平さんの笹を見るとこれはどう見ても「Z」という文字に違いないこれで「デズとデ」と出たその右肩にこれを書いた画家のサインらしいものが見える「エッチ・ネブ」と書いてあるらしいがこの「エッチ・ネブ」というつづりを上の「デズ」に加えてみると「ガゼンデジ・ネフ」となってそれでまた一つ解けた そこから次がちょっと難しい。この水平さんが口にくわえているのはパイプであるがどうも変な形であるそこでパイプの頭を上に立ててみるとこれが P という字になるそれから水平さんの道中が R という字になっているまだ文字が隠れている水平さんの向かって左の手が W という字になるそしてその反対の方の手は A といいう字になっているそれは誰にもよくわかるまだあるこの水平さんの鼻を見るがよいこれはどうも「L」という字に似ているようだそれからこの口は変に曲がっているがなんとなく「S」という字を横に寝かして上から叩き伸ばしたように見えるではないか結局これを全部集めてみると「ウェールス」という文字ができる 探偵はこれを PR ウェールスと呼んだデジネフそれから PR ウェールス何のことだろう人の名前のようであるムラはもうこの階段に用がなかったこれから用のあるのは百科事典だった彼は元気百倍してそこに通りかかった円卓を呼び止めると 都の北西ダブル大学の図書館へ急がせた夜が明けたばかりのことで宿直員は布団から頭をかぶってぐうぐう寝ていたが彼はこんな時に役に立つとは思わずもらっておいた総長 T 博士の紹介状を示して給油のため是非書庫に入れてもらいたいと頼んだ宿直員は眠いところを起こされたのでブツブツこぼしていたがそれでもちゃんと起きてオーバーを取り 自ら鍵を持って図書館の入り口を開けてくれた小村は例もそこそこにどんどんと書庫の奥深くへ入っていったそこで彼は膨大な外国人名大辞任を取り出すとテーブルの上にドーンと置いた「テシネフさあ早く出てこい」と言って探したしかし彼の期待は外れた どうも現代に関係のありそうなものが出てこなかったそうだこれは地名辞典で引かなければダメなのじゃないかむらはそこでまた棚を探し回ってさらに大きな地名大辞典を引っ張り出したそして D の部をペラペラと繰り出したああったぞむらは鬼の首を取ったように大声で叫んだ デジネフ岬というのがあるカムチャッカ半島の東の鼻先のところにある岬の名だベーリング海峡を隔てて北アメリカのアラスカに対しているそうだこれに違いない彼はそれからタイムスの世界大地図をまた担ぎ出してカムチャッカ半島の部のページをくった確かにあるある東に伸びた七面鳥のくちばしの尖った先のようなところにある岬の名だ ベーリング海峡を隔てて右の方を見るとそこにウミガメの頭のようなアラスカの突端が鼻を突き合わしたように迫っていたそして何気なくそこを見ると彼を狂気させるようなものが目についたあはっもう一つの方は向こうから転げ込んできたんじゃないかプリンス・オブ・ウェールス岬つまり PR ・ウェールスはその略記号なんだ これで読めた。この暗号はベーリング海峡を差し挟んだ二つの岬の名を示しているんだしかしなぜそんな地名を暗号の上に掲げてあるのだろうそれを考えた時穂村探偵はたと行き止まりの路地に突き当たったような気がした隠し印気 村探偵の熱心によってとにかく暗号は解けたけれどその暗号の意味まで解けたわけではなかったムラは W 大学の図書館の閲覧室をあっちへ歩きこっちへ歩き焼けつくような焦燥の中に苦問したけれどどうにもわからないアラスカのウェールス岬がどうしたというのだカムチャッカのデジネフ岬がどうしたというのだどっちも日本の土地ではない だから日本に関係ないはずだ。日本に関係のないことを某国の参謀局がわざわざ日本にいる密偵庁に知らせてくるのはどうも合点がゆかないことだったどう考えてみても何か日本と関係があるに違いないさあそれは一体どんなことだ結局穂村探偵が到着した結論では この漫画の暗号だけがこの密書の中に書かれている通信文の全体ではないということだった別の言葉で言うとこの密書にはもっとたくさんの言葉が並んでいなければならぬはずだということだったもっとたくさんの言葉それは一体どこに記されてあるのかレターペーパーの裏を返し表を返してみたが それ以上の数の文字はどこにも発見できなかった穂村はまるで迷路の中に道を失ってしまったように感じた彼はポケットを探ってそこにしわくちゃになった一本のタバコを発見したそれに火をつけて吸い始めたがそれは必死に尽くされぬほどうまかった凍りついていた元気がにわかに溶けて全身を回り出した感じだ 彼は煙をぷかぷかとやたらに噴し続けていたがそのうちに椅子から飛び上がると旗と膝を打ったそうだ僕はバカだったなぜそれにもっと早く気がつかなかったのだろうそう独り言を言った彼はシャツのポケットに手を入れて何者かを探し始めたあったあった彼がやっと取り出したのは 五六本ののマッチの棒だった。その中から3本を抜き取ってあとは元通りにポケットの底にしまったそれから彼は会員から茶碗を1つ借りてそれに少量の水を垂らしその水の中へ3本のマッチの頭をつけたしばらくすると茶碗の水はうっすらと黄色に変わったそこでマッチの頭を取り出し そこに残った炭鉱色の水を糸図を興味深げに眺めていたが今度は何を持ったものかその水を指先につけてテーブルの上に述べてあった漫画の水平の紙面へポタポタと垂らしそれらをスラスラと広げていった隠すること量3度彼は行き詰まる思いでその紙面を穴の枠ほど見つめていたおお とその時彼はうれしさのあまり歓声を上げたのだった紙面にはあまり顕著ではないが何か緑色の文字らしきものがポーっと浮かんできたのだったああこれこそ隠し印記による暗号文だったすると問題のマッチの頭にはひそかに隠し印記の現像薬が塗り込んであったといえる 密定団が視力を尽くしてマッチの棒ののををっったわわけもわかる。死の制裁をもって責任者を処罰したわけもわかるそれにしてもうまいところへ隠し陰気の現像薬を隠したものであるマッチの頭なのだマッチなんてどこにも転がっているものでこれを持っていても怪しむものはないだろう万一怪しまれそうになっても 何食わぬ顔をして検月館の前で火をつけると薬も共に燃えて跡形もなくなってしまう実に巧妙な隠し場所だと言わなければならないムラはあのマッチが銀座の歩道に倒れた夫人の身辺から発見された時それが不可解なる唯一の材料だった点からして油断をなさず赤毛のゴリラが小猿を使ってマッチ箱の奪還を図ったよりも前にひそかに その箱の箱中から数本のののマッッチの棒をポケットに滑り込ませておいたのだった。もしあの時そこに気が付かなかったとしたら今日密書の上に書かれた秘密文字を読み取ることは絶対に困難だったろう従って R 事件もついにその真相を知られないでしまい後へ行って大珍事を迎えるに及んで初めてあれがその珍事の前奏曲だったかと思い当たるようなことになったかもしれない。 それでは遺憾もは,なはらしいと言わなければならない密書史上の秘密文字はようやく緑色もかなり濃く浮き出してきたムラはそこに書かれてある文字を拾って読み出したが彼の顔はみるみる好調してきたのだった隠し印記はそもそも何を語っていたのであろうか疑問の第二の海峡 探偵が驚いたのも無理がないそこに浮かび出た緑色の文字は実に次のような意味の文句をつづってあった「ボゴビ・ラザレフ岬4日完了総攻撃開始は10日の予定それまでにアール区各員は一切の準備を終了しておくことを要す」「ボゴビ・ラザレフ岬とはどこを指しているのか?」 また、何を完了するというのか総攻撃開始とはどこを攻めるというのであるかアールクとはどこを言っているのか各員は何を準備するのであるか。何のことだかはっきりはわからないけれど帝都に救う密定団に準備をしろという点から考えるとこれは何か我が日本に関係のあることは言うまでもない。 も岬という地名を知らねばならぬ探偵ホムラ宗六は行コウいとまもなくそれからまた地名辞典のページを忙しくくったすると風あったあったラザレフ岬にボゴビ町ボゴビ町というのは北からふとの西岸にある小さな町の名だったラザレフ岬というのは マミヤ海峡を隔ててその対岸にあたる宴会圏の岬の名でその間の距離は間宮海峡の中では一番狭いところだニコライエフスクの南方約1 0 0キロの地点にあたるこの狭い海峡を隔てて向かい合った両地点には何が完了したというのかあてとムラは顎を指先で強く押した これは彼の癖で何か難しいことにぶつかった時それを解くためにはぜひこれをやらないと知恵袋の口が開かないデジネフ岬とプリンス・オブ・ウェールス岬もごく狭い海峡を隔てて向かい合った両地点であるところが今問題のボゴビとラザレフ岬も同じような地点であるこれはどうしたというのか地勢が似通っているのは偶然なのだろうか それともそこに何かか。深い意味があるのだろうかもちろんこれは偶然の暗号ではない共通した知性には共通した問題が横たわっていると考えなければならないすると共通した問題とは何であるかそれこそはこの暗号の奥に秘められている大秘密でもありまた敵の密定長右足のないフクロウが神明を落として達成しようとしている大使命でなければならない

今日日は確かに10月4日だ。すると4日というのは今日のことかもしれないうんこうしてはいられないぞ穂村探偵は暗号の手紙をひっつかむと官員には挨拶もそこそこにして W 大学を飛び出したそれから30分ほどして穂村探偵は彼の尊敬する牧山大佐の前に立っていた そこで彼はこれまで探偵した結果を要領よく報告した後で大佐殿北樺太のボゴビと宴会圏のラザレフ岬との間に近頃何か異常はありませんか何ボゴビとラザレフ岬との間おお君はどうしてそれを知っているまさか僕は何も知らないのです しかし僕の推理はそこに何か異常のあるのを教えるのです大佐殿機関にはそこに異常のあることがお分かりになっているんですねまあそれは説明しまいその代わり君に見せてやるものがあるこっちへ来たまえ大佐は炎を促してある部屋へ引っ張っていったそこの壁には ある海峡らしい空中写真がたくさん貼り付けられてありそこには一枚一枚日付が記されてあったこの左の岬がラザレフ岬だこの右の山陰に見えるところがボゴビださあ日付を追ってこの海峡の水面にいかなる変化が起こっているかそれを見たまえ。 なんですってこれが問題の両地点の写真なのですかどうしてこんな写真を写すことができたのですそんなことはわけはない空中から赤外線写真を撮ればいいのだ我が領土内にいてもこれくらいのことは見えるものだムラは赤外線写真の威力に驚きつつも日付を追って海面の変化をたどっていったが ああ、これはと思わず大声で叫んだムラは一体そこに何を見たのであろう赤外線写真その赤外線写真が問題の「ボゴミバチとラザレフ岬」とを一緒に撮ったものだと菊田に胸が躍るのに しかも壁いっぱいに貼り付けられたたくさんの写真は毎日毎日撮影されたものでいかなる変化がそこに起こりつつあるかということを示しているものだと聞いては物に動じない穂村探偵とでも顔色を変えないではいられなかったどうだ、ね、だんだねんんと,かか、ね、と牧山大佐は沈黙を破っていったああ わかるです。これはボゴビ町とラザレフ岬との間に大きなダムを作っているんじゃありませんかその通りだ海峡の水を止めてしまおうというのだその規模の大きなことはいまだかつて聞いたことはない昔エジプトでスフィンクスやピラミッドを作ったのが 人間のやった土木工事で一番大きなものだったがそのレコードはこのポゴビ町とラザレフ岬とを連ねるダム工事で破ってしまったわけだもっとも現代の科学力をもってすればこんなことなんかピラミッドの工事より優しいのかもしれない大佐殿なぜこんなところを埋めるのでしょう 軍事上どんな役に立つのです？さあそれはと牧山大佐は腕組みをして「海水の看板によって水準の変わるのを利用し高い方から海水を低い方に流して水力発電するためだ」と言っているしかしそれが問題じゃ。 君が持ってきた密書を見るまでは水力発電説も相当有力だと思っていたが今はそうじゃないそいつは全然思い違いだったと言って大佐は感慨深そうに左右に頭を振ったするとこのダム工事はどんな目的を持っているんですかどうか話をしてください まあ、待ちたまえ今はまだ話をする時期になっていないと大佐は穂を静かに押しとどめそれよりも君が持ってきた密書を大いに生かすことが先決問題だことに相手が右足のないフクロウであってみればこれは全く油断のならないことだ 徒歩村は目を丸くしてすると大佐殿は前から右足のないフクロウをご存知なのですかもちろん知っているあの男と机を並べて勉強したこともあったよ罰酷切手の逸材だ恐るべき頭脳と手腕の持ち主だ かねて大警戒はしていたがどうしてもその尻尾を捕まえることができなかったのだ。今度君が奪ってきてくれた密書こそ実は我々がどんなにか待ちわびていた証拠書類でもありかつまた彼の使命の全貌を知らせてくれたこの上ない宝物だったのだ。 いや、もっと話をしていたいがさっきも言ったように今はグズグズしている場合ではない僕はちょっと出かけるから君はここに待っていたまえ大佐殿お出かけなら私も連れて行ってはいただけませんかいやそれはできないしかしこれだけは約束をしておこう 何か面白い行動を起こすような時には君を必ず一緒に連れ立っていくからそう言い捨てて牧山大佐はそそくさと部屋を出て行った穂村探偵は写真のある部屋にただ一人待っていた思えば銀座の歩道で偶然見た婦人の怪死事件から発して数々の冒険を繰り返し その結果図らずも釣り上げた敵の密書から今や重大なる行動が起こされようとしているのだ一体何事が敵国の手で計画されているのだろうあの2つの地点でこれから何が始まろうとしているのだ空前の土木工事には違いないがかのダムはいかなる秘密を造しているのであろうか炎はずは随分長く待たされた すでに食事を配給せられること二度もう我慢がならぬから自去しようと思ったけれど牧山大佐の言葉を信用してもう少し待とうと頑張り続けたそして彼の焦燥がどうにも待ちきれなくなりついに一大爆発をしようとした午後9時になって廊下に足音も荒々しく待ちに待った牧山大佐がひどく興奮した面持ちをして入ってきた。 あ、牧山さんどうも待たせるじゃありませんかまあ我慢してくれたまえいずれ後から何もかもわかるよさあその代わりすぐ出発だ行く先は乗った上でないと言えないがよかったら君も一緒に行かんか何出発ですか連れて行ってくださいどこでもかまいません 地獄の災害でもどこでも恐れやしません。ぜひ連れてってください。ホムラは漢字として牧山大佐の後に従った。大断言牧山大佐がホムラ探偵を自動車に乗せて案内した先は、帝都の郊外にある飛行場だった。 車は真っ暗な城内に奥深く入って止まったがそこには目の前に夜行ペイントを塗った飛行機の胴体が鈍く光っていた「これは例の世界に誇る巨人爆撃機だな」と穂村は早くもそれと察した巨人爆撃機なら時速は500キロで航行距離は2万キロ爆薬は20トン詰めるという 世界に誇るべき優秀機だった。一行はすでに乗り込んだものと見え穂村たちが乗り込むとすぐ爆音を上げて滑走を始め間もなく機体はふわりと宙に浮き上がった巨人機はぐんぐん上昇したメートルも何も見えないけれども体に感じる圧力でそれと分かったその上昇がまだ続けられている時のことだったが 乗組の全員が頭にかけている受話器に警報が鳴り響いた。国籍不明の快速飛行機が本機より1キロ後方に尾行してくる。本機を尾行している国籍不明の飛行機とは、一体何者が操るものであるか。今、尾行機内を暗式で A 車幕上に映し出す。乗組員に注意。と、 続いて警報が聞こえた。と穂村の目の前に映写幕がスルスルと降りてくるが早いか3人の男たちの顔が映った1人は操縦し1人はラジオ機械を操り1人はこっちの方を睨んでいたその男の顔を見た穂村ははっとして「あ右足のないフクロウだ!」と叫んだ。 うん、やっぱりあいつが尾行してきよった。やつらが仲間と連絡しないうちに、早く片付けておこうじゃないか。と、牧山大佐は総脇の中へ怒鳴り込んだ。怪力戦発射用意。と、号令が響く。撃て 膜に映っていた右足のない袋を他2名の男たちはにわかに苦悶の表情を浮かべた途端に横合いから白煙が吹きつけると見る間に炎がメラメラと燃え出したそして3人の顔は太陽に溶ける雪だるまのようにトロトロと流れ出したそれが最後だった 暗式のレンズはちらちらと動き回ったが、そこには白煙のほか何も空中には残っていなかった。敵ながら惜しい勇士じゃったが、これもやむをえん。我が軍の海陸戦の煙と消えたので、彼も少しは本望じゃろう。そう言って牧山大佐の声が、受話器を通じて、 考え無料といった顔をしている穂村の耳に響いたそれから巨人機は恐ろしいほどスピードを増して時間にして56時間も飛行した奨励員は暗式で四方八方を睨み敵器もし現れるならばと監視を緩めなかった機関砲の砲手は砲火の前に緊張そのもののような顔をしていたししかしその後は、 何者も邪魔をする者が現れなかった牧山大佐の、もう先行だの目的だのを話してくだすってもいいでしょうとむらは大佐の耳に口を寄せて言った君君の方がよく知っているじゃないかやはりベーリング海峡ですねとむらはズバリと言ったプリンス・オブ・ウェールス デジネフ岬のある中間でしょうまさにその通りと大佐は穂村の手を固く握ったそう言っているところへ受話器に警報が入ってきた先刻まで刻々低下しつつあった気温が逆に徐々に上昇を始めたすでに地方気象統計による記録を破壊し今や驚異的新記録を示し しかも刻々自らその記録を破りつつあり牧山大佐は意味ありげに穂村の肩をトンと叩いたどうだこれでもわからぬかというふうに「ベーリング海峡が望遠暗視器に感受し始めた」A 幕「映写膜を注視」「映写膜」と言われてその上を見ると「なるほどベーリング海峡らしいものが映っている」 両方から象の花のように出ているのはウェールス岬とデジネフ岬に違いないああしかもその両者を連ねるものはまんまんたる海水にも不評にもあらずでこれは城壁のようにそびえ立った立派な大石堤だった分かったとムラは叫んだベーリング海峡の海水をせき止めるとそこから南の地方が 暖暖流ののためにににわかに暖かくなるのだ今まで艦隊だった地方が温帯に化けるのだそこでがぜその広大な地方を根拠地として某国の活発な軍事行動が疾風人来的に起こされようとしているんだうっかり油断をしたが最後悔いて帰らぬ破滅が来るばかりだったああ戦慄すべき大計画 あの時密書が自分の手に入らなかったら穂村は立然として隣席の牧山大佐を顧みたしかし大佐の姿はもうそこにはなかったその代わり受話器の中から厳然たる号令が聞こえてきた「総員配置につけ!」